夢を語れ。さあ、実はこちらラーメン屋さんなんです。ラーメン屋さんで夢を語るって一体どういうことなんでしょう。こちらは松山市鉄砲町にある夢を語れ松山。学生街ということもあって若者に人気のこちらのお店、店内には何やら不思議な額縁が。表の夢を語れという文字に惹かれてやってきたんですけど、はい、ここはラーメン屋さん？夢を語れる二郎系のラーメン屋さんになってます。夢を語るってなんでなんですか？夢を語りながら食べれる二郎系のラーメン屋さんをアメリカでやり始めたんですけど、それを逆輸入して今日本中に広めている最中になってます。へー、逆輸入、アメリカのマスターに先にできてるわけですね。謎解きの前にまずは夢を語れ自慢のラーメンを実食。いってらっしゃい。いってらっしゃい。どういうこと？そして見てこのモリモリ感。私小を頼んだはずなんですけど。ラーメン小で、普通の一般的なラーメン屋さんのだいたい 2.5 倍ぐらいの量になっております。いいえ、すごい。ラーメン小には自家製麺 300g に分厚いチャーシュー2枚、キャベツやもやしなどがこんなにてんこ盛りなんです。もうわしゃわしゃ。あ、すんごい存在感なんですけど、なんかもうもごもごいってます。口の中で噛み応えある感じ。そしてニンニクの香りがまたすごい。お肉が潜んでますよ。ほら、あ、でかっ。でっかい豚がもうゴロゴロ、ラーメン小でも入ってますので。肉感とこの脂の甘み、うわ、パンチありますね。めちゃくちゃありますね。え、はい、ドパンチですよ。300g が食べきらないという方は麺の量を減らすことができますのでご安心を。私はレギュラーサイズ 300g に挑戦します。本当そんな気分ですよ。なんか出る番組間違えたかなって思ってます。夢を語るのはラーメンを食べた後というのが決まり、完食することが大切なんだそう。ここで店長の高橋さんからこんなアドバイスが。大事なのはもう勢いを殺さないことです。食べるコツですか？はい。食べ進めることおよそ30分、ついに完食です。完食しました。では完食、ごちそうさまでした。 300g 完食しちゃいましたよ。そして肝心の夢を語るには、こちらのベルを鳴らしていただければ夢を語れます。そう、ラーメンを食べた後にこちらのベルを鳴らすと、自分の夢を語るか店員さんの夢を聞くかのどちらかを選ぶことができるんです。私も早速夢入ります。夢語りますか、聞きますか？語ります。お願いします。はい、夜町で今年中に結婚を発表します。グッジョブ。すごい。これこんな夢で大丈夫なんですか？もちろん大きな、特にすごい大きな夢だと思うので。今回は特別に高橋さんにも夢を語っていただきます。僕はこの夢を語れる空間を、そのラーメン屋さんだけじゃなくて日本全国の音楽ロックフェスにこの夢を語れを出展して、夢を語れる場を増やしていくことが僕の夢です。素敵ですね。なんかもう自分が恥ずかしくなるような素敵な夢。夢を語る理由って一体何なんでしょう？夢を語った後ってなんかすっきりするというか、で逆に言うともう語っちゃった、言っちゃったので、もうその夢に向かってやるしかないっていう状況を自分自身で作り出せるので、その一歩を踏み出せるというか、大きな一歩を踏み出せるので、夢がより語ることによって叶いやすくなると思います。じゃあ私ももう着実に踏み出していくということですね。本当お店に来るだけで夢について考え始めますから、ぜひ